とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイフラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もいいものが2つ出るまでやめられません。やっていきましょう。ちょっとね、時間が日に日にかかるようになってきてますけども、今日はどうでしょうかね。シーズン7、まだね、めちゃくちゃいいのって出てないのよね。あー、ミスった。思いっきりミスった。まあ次はミスらないようにいきましょう。ミスったわー。何してんの。まあこのミスがね、なんかいい運を引き当てるかもしれませんけどね。いけー。はい、どうでしょうか。一発目で出てきてくれれば嬉しい。お願い。ああ、ダメか。ダメだね。もうこれは見て一発でわかる。これは全然ダメなやつです。うん。話になりませんね。では、頑張りましょう。今日も行くぞ。締め具か。普通だな。旋風、輝きはある。真ん中がね、リフレッシュ、凍結、ボーナス。まあ、ボーナスかな、この中だったら。で、黄金も、追い打ち1か。3だったらね、結構使えると思うんだけど、微妙ですね。これじゃダメ。毒フォーカスウィザーが出たね。でも、真ん中が良くない。毒フォーカス、クールダウンはいい。真ん中が、ロールチャージも別にいらないしね。で、黄金ついてるのはいいんだけども、瞬速1て、それはいらないかな。瞬速1はいらない。まあまあ、使っていけるにはいけるけども、波だな。ダメ、これもカウントはしません。イカ防具、クールダウンなし。横のケーブクローラーとエンチャント交代してください。こっちだったらよかったのに。なぜこれかな。こっちだったらよかったんだけどね。こういうことよくあるね。影の衣、なぜクールダウンがつかない。まあ、エンチャントがいまいちだったから、いいか。なぜつかない。横にはついてるのに。ベビークロスボウの無限ダイナモ編成が出たけども、ダイナモ1だね。1だったらばいらないかな。まあ、さらに言うと、このベビークロスボウのダイナモ編成はすでに持ってるんで、いりませんね。今日なかなか出てきてくれないな。星なき夜か。まあ、エンチャントはぼちぼちか。リフレッシュ、ガードストライク、クリティカル。だね。悪くはないんだけども、俺が持ってるやつの方が上だから、まあ、いらないか。いりませんね。また締め具が出た。でも、エンチャント今回はダメだね。旋風、真ん中が良くないね。で、右も良くない。まあ、弱体化は使えるけども、よろしくないな。で、機械化ソーブレードも、エンチャントが一つもいいのが入ってないので、ダメですね。これ話になりません。これはいいのが来たね。これは使える。ガードストライク、で、虚無でもリフレッシュでもいい。どっちでも OK。で、一番右にダイナモ。ダイナモ、虚無。そうだね。ダイナモ、リフレッシュの方がいいかな。ダイナモ、リフレッシュ、ガードストライクでしょう。怒りにね、ガードストライク、ベストマッチなのよね。虚無とかリフレッシュもまあいいんだけど。そうね、黄金で、吸血があれば最高だったな。でもまあこれでも全然いいやつだと思うので、これは一つカウントします。素晴らしい。これっていいんじゃないかな。わからん。あんまり使ったことない防具だから、なんとも言えないんだけども、軽快な亀だよね。で、ヘルスシナジー、クールダウン、あと毒フォーカスだよね。まあ、怒りビルドで使う感じなんだけども、ヘルスシナジーが、
25% 回復量が上がる感じになるんだよね、確か。だったらばちょっと使えそうな気がするけどな。ありなような気がする。まあ、これ、取ってみようよ。これはなかなか、あるかもしれん。ワンチャンあるかもしれん。いいかもしれんね。これ、カウントします。ゲット!それでは戻ってきました。ちょっとね、どんな感じなのか試してみます。まずは、同じく263の、ヘルスシナジーがついた輝くローブだね。うん。これでどれぐらい回復するのか見てみましょう。まず HP 減らそう。まずちょっと HP を減らすからね。OK, OK, OK。こんぐらい減らしとけばいいですかね。アーティファクト1回使うごとに、10万5000か。10万5332。おお、一発で10万回復するってなかなかよね。おお、まあまあ、回復ブーストがついてなくて、10万5000だね。なんだった？ 13 万1000。そうだね。2万6000。回復量が上がる。どうなんだろう。使えるかな。まあまあ、アーティファクトを使うごとに2万ちょっと普通のやつよりも多く回復していくんで、使えそうではあるよね。悪くなさそうな気がするんだよな。ダメージ軽減もついてるし、怒りとはなかなか相性が良さそうな気がする。まあちょっと今度動画で使ってみようと思います。まあ、クールダウンとドッグフォーカス、まあまあこれで間違いないでしょう。軽快な亀の怒りビルド。あ、そうか。亀も怒りも同じく深海ステージで出る装備だよね。あ、だから相性がいいのかもしれない。いや、わかんないけどもね。実際ちょっと使ってみましょう。意外といけそうな気がする。なんか、この装備、見た目好きなんだよな。なんか、お坊ちゃまくんみたいで。見た目は好きなんだけども。実際、そこまで使えるやつではないと思ってたので、これで変わるかもしれません。はい、今度やってみます。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。